リサー。マリサーこれ見てよー。いやいや、ロシア何やったの？ふむ、というわけで情報がまだ錯綜しているが現段階の情報を出していくんだぜ。今回、ポーランドとウクライナの国境沿いでミサイルが着弾したとして、今すんごい話題になってるんだぜ。というわけで情報を整理するのだが、15日の夜中にミサイル着弾を受け、主要国は、やべえよ、なんか撃ってきやがったぞ。どういうつもりなのだ？またロシアのイカレ野郎か？ちょ、お前元官房長官だろう、何とかしろよ。我が国日本ではミサイルに対しては遺憾の意を表明して反撃するのが伝統となっております。いざというと北寄りにならねえな、おい。とまあ、こんな感じで各国震撼したんだぜ。いや、まあ普通にロシアが撃ってきたとしたら正気とは思えないよね。ウクライナだけじゃなくてポーランドもいただきマンモスする気なの？ふむ、そう言われていたのだが、その後急転直下、なぜかミサイルだけがロシア製だったんじゃないかという説が飛び出してきたんだぜ。どういうこと？今回ミサイルの弾道を考えたらロシアから来たとも言えない可能性がある、という見方も出てきたんだぜ。え？そんなこと間違えることある？そうだな、今回の件で二人死んでるし、誤射にしても立ちが悪いし、本当にロシアが撃ってたとしたら本当に、第三次大戦が起こるんじゃないかなって言われてるんだぜ。そして、ここ一日のうちにウクライナ、ロシアに NATO やアメリカが調査。その結果ロシアの大使はウクライナとポーランドの比較にわざと撃って危機感を煽るウクライナの戦術とロシアは非難して、ウクライナの代表ゼレンスキー氏はロシアのミサイルが着弾した、これは事態を悪化させる非常に重大な行為だ、 NATO の行動が必要とされていると主張してるんだぜ。え？いや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 、情報がまだまとまってないのかもしれないけど、気のせいじゃなければどっちも撃ってないって言ってるの？そうだな、だけど今回のミサイルがロシア製ということだけが今現在わかっているんだぜ。ウクライナが撃つメリットあるのかな？逆にロシアもそこまでして今の状況でポーランドギリギリまで撃ち込む理由も薄いんだぜ。これ絶対わからないやつじゃん。逆に陰謀論で中国が撃ち込んだ可能性も。陰謀論すぎるわ。北のミサイルマンが実験のために。せや、どうせ一発ぐらいバレへんやろ、実験で一発撃ち込んだろとかありえそうじゃない？北はそこまでの余力はないだろう。あと今中国はスパイ問題などですごい、日本は厳しいから検閲されて消されてるかもしれないな。さて、話を戻すと今回の話で NATO はウクライナの防衛ミサイルがロシアのミサイルを撃墜した際に落ちた可能性が高いという可能性を踏まえて、そもそもロシアがこんなバカな戦争をしなければこんなこと起きないとしてるんだぜ。だいぶ強引にまとめたね。政治的背景を見てもどっちが誤射しても認めないだろうし、それを踏まえて結局のところロシア側が悪いって非難するのは NATO として当然の言論だろうな。本当いつまで続けるんだろうね。これはな、正直プーチンは引くに引けないんだろうな。そうなの？少しの間だけ悪者になって、その間に勝利して官軍になれさえすれば、国際社会だろうとアメリカだろうとすぐなんとかなると思ってたんだろうな。まあ、予想以上に長引いてるよね。国際社会の制裁とウクライナへの援助、それが効いてるんだろうな。とまあ、もうすぐ冬到来なので一旦休戦の可能性はありそうだけどな。というわけで今回はこの辺なんだぜ。このチャンネルではこんな感じでマジの紛争や戦争から、動物園の逃げ出した虎の話や現在の政権や増税、補助金情報など、幅広い時事ネタを発信しておりますんで、もし少しでもいいなとかためになったなとか、他の話も気になるとかあれば、ぜひ、取り上げてほしいネタなどコメント欄にでも書き込んでくれると、取り上げさせてもらうかかもしれません。そして、しゃあねえなーぐらいの気持ちでいいので、高評価とチャンネル登録をしてくれると私がめっちゃ喜んでモチベになります。あとついでに通知登録した人は明日鳥の糞が来ても回避できるかもしれないです。それじゃあまったねー。